グローバルボーイズグループ、JO1、JO1、ソイニ、INI の所属事務所、ナポネエンタテインメントが13日、都内にて記者会見を実施し、不審ボーイズグループ、ゾックスティーン、DXティーンが5月10日にデビューすることを発表。JO1リーダーの与那城翔も会場に駆けつけ、エールを送った。与那城翔、ゾックスティーンデビュー決定に感動。ゾックスティーン、ワラポネエンタテインメントから新たにデビューする3組目のアーティスト。メンバーは大久保春、大久保なる、18、田中翔太郎、田中翔太郎、17、谷口太一、20、リーダー。セラオ更新19、平本健、18、福田あゆた19。当事務所の練習生制度である、ラポネボーイズ&ラポネガールズから初めて誕生した平均年齢 18.5 歳の6人組となる。ビデオメッセージを通して上1からデビューすることを知らされたドックスティーン。デビューすることを知り喜ぶドックスティーンの当時の映像は今回の会見でも放映されたが、舞台袖でその時の反応を初めて感じたという与那城は、すごい感動して、こっちも嬉しいです、と感激していた。バル、さらに、僕たちからすると弟みたいな感じですので、僕たちも気を引き締めていくと同時に、みんなでこれから頑張っていこうと思います。よろしくお願いします、とドックスティーンと仲間として切磋琢磨し合うことを宣言した。JO1が大切にしていること、先輩として JO1がグループで大切にしていることを聞かれると、与那城は、今ある状況を当たり前と思わないってことが一番大事かなと思いますね、と回答。それこそ韓国で練習をしているのもあるんですけど、そうやって練習をできていることもまず当たり前ではない。これからデビューしていく上でいろんな人と関わっていくので、すべてに感謝を持ちながら活動していくっていうのが一番大切かなと思います、とまっすぐ語った。JO1がファンから愛され続ける秘訣、さらにファンから愛され続ける秘訣を尋ねられると、ファンがあってこそ活動できるとした上で、やっぱり僕たちが唯一恩返しできるのがそれこそパフォーマンス、歌、相手を感動させることですので、いかに自分たちの持っているものを相手に 100% 伝えられるかっていうのが、愛される秘訣かなと思いますね、とコメント。ファンのことを思ってぜひとも頑張ってください、とドックスティーンへアドバイスした。与那城翔、メンバーがぶつかった時にすべきこととは、最後には、これから本当に楽しいこともあれば辛いこともたくさんあると思いますし、グループで活動していく上で、やっぱり自分の考え、メンバー同士の関わり方っていうのがどうしても、僕たち11人いろんな考えがあって、6人の中でもいろんな考えがあると思う、とメンバーそれぞれで違った考えを持っているとし、それが時にはぶつかったりすることもあるとは思う、と意見の違いからぶつかることに言及。そこで逃げずにしっかりと向き合って、みんなでやっていくことで最高のグループになると思うので、それだけは忘れずにやっていっていただけたらなと思います。と、そのような場面において重要だと思うことを明かし、ゾックスティーンメンバーも真剣な表情で先輩の話を聞いていた。なお同会見にはイニリーダーの木村雅也、才の部下代表取締役社長も登壇した。